皆さんこんにちは。本日は6月20日日曜日です。ここは JR 東日本東本線大宮駅に来ております。本日は大宮駅からね、なんと越後湯沢駅まで在来線のね、直通普通電車の快速列車が走るってことで大宮まで晴れ晴れやってきました。その名も、485系で運転されます快速谷川岳もぐら号越後湯沢駅です。すごいですよね、これ新幹線じゃないんですよ。高崎線上越線上りですよ。上りじゃないんですけどね。はい、本日はこんなね、谷川岳もぐら号越後湯沢駅に乗っていきたいと思います。よろしくお願いします。ただいまね、大宮駅の7番線に臨時快速列車谷川岳もぐら号越後湯沢駅が入線してきました。この山鳥号っていうのはね、運行開始は2011年です。名称の由来は群馬県の県庁山鳥に由来します。はい、というわけで大宮駅7番線にね、臨時快速谷川岳もぐら号がねやってきました。早速乗車します。485系です。車内についてはね、またいろいろと詳しく解説入れようと思います。私は4号車6番席に座ります。ここですね、 A 席にとりあえず荷物だけでも置いておきましょう。車内はこんな感じ、3列シートになっております。種車は485系となっております。国鉄型のね車両です。このようにねフリースペースが設けられております。フリースペースは飲食禁止なのでご注意ください。なんとね、子供もね楽しめるようにキッズスペースも完備されております。私はねちょっと利用するのはやめておきます。なんとね、こちら分かりづらいですけどね、フットレストが完備されております。リクライニング、枕は可動式です。背面テーブルもついております。シートピッチはね1200ミリになっております。十分快適な座席となっております。山鳥はね若干ハイデッカー構造になっているんですけどね、こちらのようにスロープがついており、車椅子のお客様、体が不自由なお客様でもね簡単にご利用いただける構造になっております。元ネックスのね成田エクスプレス用の車両をね、シートを変更した上でのね移植を行った関係で3列掛けシートなんですね。 2+1 の3列シートです。485系車両現在はね3本のみとなっております。花編成、そしてリゾート山鳥編成、もう1本ジパンク編成、この3両のみとなっております。そんなね希少価値の高い485系の旅、本日は終点越後湯沢駅までね乗り通そうと思いますので、皆さん山鳥の旅どうぞお楽しみください。
本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は臨時快速谷川岳もぐら号越後湯沢駅です。担当車掌は新米橋運輸区の途中の水上までご案内いたします。どうぞよろしくお願いいたします。この先の停車駅と到着時刻をご案内いたします。次の上尾には9時47分に到着いたします。桶川9時55分熊谷10時21分深谷10時36分高崎11時4分新米橋11時13分渋川11時26分みなかみ12時4分ゆびそ12時12分ドワイ12時20分終点の越後湯沢には13時32分に到着いたします。なお途中のドワイ駅では30分ほど停車いたしまして日本一のもぐら駅を体験していただくことができます。続いて車内のご案内です。この列車は6両編成です。先頭が6号車一番後ろが1号車です。トイレ全便所は1号車3号車6号車にございます。前後の景色がご覧いただける展望室は先頭の6号車と一番後ろの1号車にございます。ミーティングルームは2号車前より、フリースペースは3号車と5号車の後ろより、キッズルームは4号車前よりにございます。キッズルームは音で入りますが靴を脱いでご利用ください。車内の各施設でご利用の際は他のお客様と譲り合ってご利用ください。またフリースペースでのご飲食はご遠慮ください。東日本より感染症対策の取り組みについてお知らせいたします。この列車ではお客様に安心してご利用いただけるよう空調装置による換気や肘掛け、テーブル、窓枠などの車内消毒を実施しております。お客様におかれましては手洗いや咳エチケット、会話は控えめにしていただき、車内駅構内でのマスク着用をお願いいたします。また会話をしながらの飲食や向かい合わせでの座席の使用はおやめください。ご協力をお願いいたします。詳しくは当社ホームページをご覧ください。引き続き感染症対策にご理解とご協力をお願いいたします。ただいまから車掌が切符を拝見いたします。音で言いますがお手元に切符をご用意ください。なお水上から先の指添駅、土合駅、越後湯沢駅では Suica やパスモなどの IC カードはご利用いただきません。車内で実感いたします。ご了承ください。それでは臨時快速谷川岳もぐら号の旅をどうぞお楽しみください。次は上尾です。というわけで列車はこれより高崎線を走行中です。こちらの、ね、展望スペースにやってきております。次の停車駅は上尾だそうです。はい、放送でもありましたけどこの列車はね、土合駅でね30分ほど止まります。土合駅というのは日本一のもぐら駅として有名です。列車のね、谷川岳もぐら号のね名前の由来もその土合駅のもぐら駅から来ております。土合駅はね、階段が486段のね地下の駅になっております。6パーチケットすれ違いました。列車は間もなく上尾に到着するようです。
4パー合計山取り車両はね、このように大きな扉がついております。ドアチャイムも完備されております。皆さん聞き覚えのねあるチャイムだと思うんで、皆さん耳を澄ませて お聞きください。絶対ね、たぶんどこかで1回は聞いたことあるチャイムだと思います。特に西日本にお住まいの方々とかね、絶対多分聞いたことあるんで。平尾駅に到着です。発車メロディーはね、あげおしかっていうね、あげおしのね歌になっております。途中切りでしたね。はい、はい、この列車の、ね、ドアチェーンはね、115系長野地区と、あと東海道新幹線、山陽新幹線のねドアチャイムになっております。皆さんどこかでね聞いてきたことあるチャイムだったかと思います。列車はね行きづらいですね。上尾駅を出発しました。485系についてご紹介します。この4パー合計山乗り車両、最高速度は120キロです。設計最高速度は160キロです。製造数は1453両です。現在はね3編成しかおりません。先ほども言った通り、花、ジパンク、リゾート山鳥の3つです。キラキラ越、宴、のどかなど廃車も多くなっております。電車は乗車券のほか指定席特急券が必要になります。乗車券のみではご乗車できませんのでご注意ください。今の駅員さん、指定席特急券が言いますだけど、残念ながら快速なんです。列車は籠原駅に到着しました。この列車ね、籠原駅で通過すると思いきや運転停車するようです。ブザーの発車でね出るようですよ。ドア扱いはしません。運転停車となっております。籠原駅を出発しました。次の停車駅はもう、次は深谷ですね。深谷に停まります。深谷の次はもう高崎までノンストップということになっております。本来私は深谷駅から乗車するはずでね、あのマルアスの乗車券は深谷まで取ってあったんですけど、まあなんかあって高崎じゃなくて大宮までね乗ることになりました。Thank you.
15系説ということで列車はね高崎線を離脱完了いたしましてこれより上越線に入ってまいりました。今11時ぐらいですか。2時間ですねあとから先上越線越後湯沢駅までは2時間半かかりますから。ドアインの30分が長なければ。この列車は臨時快速谷川岳もぐろ号越後湯沢行きです。停車駅と到着時刻をご案内いたします。次の新米橋には。11時13分に到着いたします。渋川11時26分みなかみ12時4分ゆびそ12時12分土合12時20分終点の越後湯沢には13時32分に到着いたします。車内のご案内です。この列車は6両編成です。先頭が6号車一番後ろが1号車です。トイレ・洗面所は1号車、3号車、6号車にございます。前後の景色がご覧いただける展望室は先頭の6号車と一番後ろの1号車にございます。ミーティングルームは2号車前より、フリースペースは3号車と5号車の後ろより、キッズルームは4号車前よりにございます。キッズルームは恐れ入りますが、靴は脱いでご利用ください。車内の各設備は他のお客様と譲り合ってご利用ください。また、フリースペースでのご飲食はご遠慮ください。なお、指相駅、土合駅、越後湯沢駅では、Suica やパスモなどの IC 乗車券はご利用いただけません。車内で精査いたします。ご了承ください。先ほどもご紹介しましたが、 JR 東日本のね485系車両の中でね3本しかないうちの1本、花編成が止まっておりました。こちら新米橋ウィニクになっております。隣列車は新米橋駅に到着です。羊毛線を羊毛線と分岐いたしまして、これより上越線、そうですね、上越線を走ってまいります。次の停車駅は渋川です。ご乗車ありがとうございます。そうですね、この列車は臨時快速谷川崎もぐら号越後湯沢行きです。次は伊香保温泉の玄関口渋川に停まります。今右手に見えております住宅街色の高層ビルは群馬県庁舎です。高さ153メートル、地上33階建てで、毎年元日に開催されるニューイヤー駅伝のスタートとゴール地点としても知られております。また近年では映画やテレビドラマの撮影にも使用されております。県庁なんて牛乳パックみたいな。沖縄県を除く日本列島のほぼ中央にあり、日本のへそと言われています。
そうですね、なんと沼田駅通過しますからね。そうそう、レアや。沼田通過はレアですよ。びっくりです。伊香保温泉の町、ここから吾妻線が分岐しますか。そうです、そう、今回は新潟でとか遥かに来ています。こんにちは。もしかすると新潟に行ったらボアガチャンネルにも登場するかもしれないので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本当にを通過中です。次は上越線はね、渋川を過ぎるとこのように山へ入っていきます。そして水上よりも先、新潟県内に入るまではね、とても、険しい山、谷川岳を越えることになりますが、谷川岳っていうのは本当にね、あの険しい山になっております。綺麗だね、本当にね。上越線はこういう風景が見れるので本当にいいと思います。新前橋を行くの山並みと平井でした。この先も谷川
岳もぐらの旅をお楽しみください。水上駅に到着です。ここで乗務員交代で、あっちにはねキアが止まっています。ロンキアさんですね。はい、水上よりさんの先は山奥に入りますね。またもうあんまり計算つけないで、さあリスは水上を達成でいよいよ上越国境に入ります。あまりこちらの上越線、私も北北東下町雪まつり号しか乗ったことないので、いや久しぶりの在来線でございます、うん、ちなみに春さんどうですか、あのこの先行ったことありますね、こういう臨時列車とかあんまりないですね。あんまりないですね、この先行くの。今回越後湯沢行きということで、出発でございます。ちなみにあそこに越前水上が通れるように掲載台がありますね。気づかない、あ、気づいてくれない。そして SL がいますね。群馬みなかみ。停車台がしっかりと。あれ確か公園なんですよね。そうですね。停車台広がってるのになってますね。てかさ、今度みんなで大目でスローパーツですか。大目で通りか。いよいよ上越国境ですね。谷川岳が見えますよ。この列車のメインですからね。そうですね。谷川岳がメインですから。一応今日が最終日。最終日です。もうこれが出すと、あとあの一泊後ですよね。そうですね。いやでもそっちの方がもっとやばそうな気がするけど、スワキオ、スワキオ多いですね。ね。え、でもさ、これ8月の年。いや違う。そうだから、あのね、山鳥の大宮駅の時刻表にさ、山鳥の。地獄の階段ですよ。いやちょっとねその後ねかあの隣にいますハルキンとちょっと対決しますか。いや僕負けちゃうんですよ。ドアイが取れないか。ドアイは地上に出てる。列車は指線に到着です。指線に到着です。反対が確か地上なんです。地上です。3分ですね。3分はい、わかりました。ハルキンちょっと乗車駅証明書を取ってくる。あるかな、確かあった気がするんですね。どこにあるの。上の向こうの方です。若干しんどいかも。はい。もぐら駅、指添駅を発車いたしました。次はこの列車のメインでありますドワイです。指添駅では3分の停車がありました。この駅はもぐら駅なんですけどね、地上はすぐそこなんですね。本当のもぐら駅というのはね、お隣ドワイ駅になります。ドワイ駅はね486段だと思うんですけど、それぐらいのね階段があります。もうトンネル駅なんですね。はい、じゃあここがホームになってます。謎の空間は何なんですか。3時10分着です。はい、ではドワイに着きましたよ。行きますか。寒いっすね。ドワイです。着きました。
駅ですよ、これが駅です。いや一段飛ばしでやらないと発狂してるね。私たちのことはさておき、土合駅の歴史について紹介します。まず1931年昭和6年9月1日上越みなかみ越後湯沢間開通に伴い信号場として開設されました。5年後1936年12月19日駅に昇格します。そして1985年までなんと駅員がいたんですね。3月14日ダイヤ改正ですね。おそらく無人化になります。そして1987年4月1日皆さんお分かり、国鉄分営民営化により東日本旅客鉄道の駅になります。そして2000年、平成12年関東の駅100選に認定されます。この駅ね、なぜモグラ駅とも呼ばれているかと言いますと、土合駅はね、上りホームと下りホームで大きく離れております。下りホームは地下約70メートルの地底にあります。地上の改札口まではね、何度もお話している通り486段あります。この階段を登ることから日本一のモグラ駅と言います。帰るとこんな感じ、えぐいね、息切れですよ。クリアファイルを行きにくれるんですけど、行きにもらっちゃいけないやつですね。これ手ぶらで来たかったんで、結局こんな荷物を持って上まで上がって、皆さん今400台ですよ。あと86段です。あれですか、これ上に頑張ってくださいって書いてあるんですよ。上まで来ました。明るいね。綺麗、ここで心を癒してくださいって感じ。もうそんな名前じゃないですけどね。なんでこんなところに駅があるんだって感じですけど、もともと仮信号場だったのかな。これ頑張ってくださいって書いてますよ。私何なの。24なんです。こっから先私は廃墟住んでる感じ。どうですか。すごいですね、もう死んじゃうんですよ。あと 0.1 キロ建設も大変だ本当に。80段から1,2,3,4,5 6回終わった。到着しましたよ。せっかくなら上り線を見ますか。バスで帰りましょう。そしたらもう、あ、長岡方面、いや、こっから出る、そんなことないと思うんですけど、越後湯沢は長岡に、グランピングのところですよね。あ、そうですね、あるんですよね、なんか。超天気がいい。怖い雪です。ぜひ、下取りましょうよ。すっごい楽しい。よし。これが JR 東日本。日本一のモグラ駅、土合です。すごいね。本当に、なんで横のところまで来たと思う。まあ、列車の発車時刻とかわからないんですけど。まあ、とりあえず。駆け降りてるわけなんですけどね、4パー合計のね、フロアの音が響き渡っております。いいっすね。発車あと4分ぐらいなんですけどね、まあ間に合うでしょう。いや疲れた。
お見苦しい姿をお見せしましたね。大変申し訳ございません。あと1分ぐらいでね、多分映像切り替わるんで。はい、しょ。噂の熊が出るという。そうですね。これ北北東楽しいよな、ここ来るの。マジで。北北東もうあれも消えたじゃん、雪がなくなって、雪なくなったから。雪元にもクソもねえんだよな。列車は土たるに到着です。ドア開きませんけど、運転停車します。運転停車します。確か。これ関越自動車だった。そうですね、真上。土たるパーキングエリア。そう、土たるパーキングエリア。で、その先関越トンネルでしょ。俺がいろいろと知ってるようになったんだから、長岡で北陸道のところあるから、そのまま北陸道は8月山で回っちゃう。これによってね、列車は新潟県に入ってまいりました。そう、新潟県の山鳥号のね、新潟県の百州号じゃないんだよ、山鳥だよ。そうなんです、4パー5系ですよ。そしたら、そう、昔ホームあったのね。何年だっけ、3年ぐらいあったんでしょ。あ、でね、止まらねえわ。すごいですね。結構止まんなかったですね。あんまこの速度で走ってくるのが嬉しいんだけど、ああ、今欲しいんだ。熊木恐竜で、熊木けど沢です。けど沢恐竜、昨年熊が出るとかいう、あの例の走りでございます。噂のね、山鳥見えますよ、上、前すごいよね。これは乗んないとわからないですよ。ここは110個の方が見えにくいですよ。3両しかない。3両ですかね。こっちは6両です。カシオペアとカシデはすごいいいだろうね。そうですね、カシオペアの最高席になると今度10連ですから、この区間、ね、しかもここはあれ、機関車10連だから10連だから配置と配置と6連でしょ。そうです、ここもトンネル入るな。まもなくね、越後湯沢駅に到着します。もうね、ホームも見えてまいりました。新幹線ホームがね、見えてまいりました。到着いたします。忘れはございませんよ、お気を付けください。谷川マグロがご利用いただきました。ありがとうございました。お列車の右側になります。越後湯沢到着いたします。でもね、しっかりチャイムを鳴らしてくれたようですね。越後湯沢駅2番線に入るはずです。いろいろありましてね、ところどころ録画はできませんでしたけども、越後湯沢は温泉の街です。2番線に入ります。個人的に在来
線方面で初めて使います。お友達もいました。シートイム止まってますね。終点越後湯沢に到着です。約4%合計の旅、約5時間の長丁場でしたが楽しかったです。先ほどもちらっとお話ししたんですけどね、この後湯沢駅でちょっとしたトラブルが起こったんで、写真2枚程度しか撮れませんでした。過去に撮ったね、あの発車シーンをお見せします。これは6月12日、その撮影日の先週1週間前に撮ったやつですね。ミュージックホンを鳴らして山鳥ループ号、これは袋のやつですけど、それの湯沢駅の発車シーンをお届けしております。越後湯沢にね、この山鳥号が入るのはまずレアです。普段はあの四万温泉山鳥号として大宮駅から吾妻線中之条駅を結ぶ臨時快速列車になっております。なのでね、こちら上越線の方、水上、土合、そして越後湯沢の方に入るのはレアだったということです。本日は485系の旅として快速山鳥、いや、して谷川岳もぐら号の旅をね、お楽しみいただけましたでしょうかっていう感じで、この動画でね、ちょっとでも乗った気分になっていただければ幸いです。またね、次回の動画でお会いしましょう。本日も長丁場でしたが、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、そして各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。